この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れると言われる希望の存在。はい、セイントセイヤスタディの時間です。今回は誰について学ぶんだ？このお方ね。いかにもやんちゃなあんちゃんって感じがするなぁ。私の印象だと、あんまり強いイメージはなかったんだけど、なんだかんだ最後まで生き残ったって感じね。もちろん弱くはないわよ。最後まで生き残っただけすごいじゃないか。中にはブロンズセイントに葬られたゴールドセイントもいるんだから。まあそうね、熱くなりすぎるのがたまに傷だけど。よし、本日もしっかりスタディさせていただきます。それでは本編スタート。コスモを燃やせ。サソリ座スコーピオンのミロ。天活球を守護する。スピードあふれる動きから繰り出される攻撃はサソリの猛毒のごとく強烈で、最強のゴールドセイントの一人であるカノンに対しても、ほぼ互角に戦えるほどの戦闘力を持つ。ブロンズセイント討伐命令のために教皇の前呼び出された時に出会ったアイオリアとも面識があった。ゴールドセイントの中でも情に熱いが、それだけに最も気性が激しく、敵に対しては燃え盛る炎のごとく立ち向かう。教皇に対しては忠誠を誓いながらも、真意を決して見せない挙動に対してある程度の不信感を抱いていた。ゴールドセイントであることに強い誇りを感じており、教皇にブロンズセイント抹殺を命じられた時は、必死にアリを倒せというようなものとして一生に伏した。実直な性格のために曲がったことを嫌うが、一度認めた相手に対しては強い信頼を寄せる。必殺技は、人間の中枢神経を刺激し、激痛とともに全身を麻痺させるスカーレットニードル。大抵のものは5、6発で痛みに耐えきれず息絶えるか、命乞いをするかであり、過去において15発まで全て受け切ったのは氷河が初めて。複数人に同時に放つこともできる。またアニメ版でアーレス教皇の命で、アンドロメダ島を壊滅させた際の描写では、片足で立ち上半身を低くし両手を左右にまっすぐ伸ばした姿勢で、背後で炎を吹き荒れさせるような技を用いている。ちなみにクックロビン温度と揶揄されている。知らない人はググってみてね。サガが倒れてサンクチュアリの邪悪が浄化された後は自らもアテナに忠誠を誓い、泣きかめに代わって氷河の貢献人的存在となり、破壊された彼のキグナスのクロスを自らの血で復活させた。情の厚さはハーデス編においてより多くの描写がなされている。主なものとして、カノンにこれまでの悪用への免罪符としてスカーレットニードルを打ち込む。釈迦が禁断技のアテナエクスクラメーションで倒されたと知るや、義憤に駆られて自分の球を放棄して処女球に現れ、サガたち3人のゴールドセイントを相手に問答無用とばかりにスカーレットニードルを連発する。3人がアテナエクスクラメーションを仕掛けてきたので、ムー、アイオリアと共に立ち向かい、死流の参戦で相手を吹き飛ばした。サガにとどめを刺そうとしたところでアテナに止められ、アテナの前まで3人を連れて行った。冥界では呼吸トスでアテナのコスモによって回復した時にムー、アイオリアと共に4人のスペクターを倒した。なお、OVA ではスペクターを1人倒すシーンが描かれており、この時はスカーレットニードル15発を一度に打ち込んでいる。雑誌掲載時は、クロスを装着した姿で登場した最初のゴールドセイントだった。氷河の師匠について、クルマダは初めはミロにするつもりだったと発言している。実際、シベリアで氷河の母の遺体が眠る船が海溝の底まで沈められたシーンに登場したゴールドセイントは、雑誌掲載時はサソリ座のシルエットであった。また、12級編で氷河が天秤級に飛ばされた場面においても、雑誌掲載時は氷河がサソリ座のシルエットに向かってあなたは私の死と叫んでいたが、この翌週の号より急遽設定が変更され、水亀座の亀が氷河の師匠として登場した。単行本ではサソリ座のシルエットのページはカットされている。ちなみにマザコンが抜けぬようだなと氷河に手厳しいコメントを残している。シベリアでのシーンも、単行本では水亀座のクロスに修正されている。セインティア賞では証拠の夢に見ろと思われるセイントが彼女を抱えてる図が出てくる。強固証拠の幼少時にエリスの手の者に襲われた現場に現れ彼女たちを助けており、そのことが強行セイントの道に導いた。エリス復活による異変を察知し、シルバーセイントを派遣しようとしていた強行に実装し、エリス神殿への出撃の任務を受け、単独で乗り込む。ミロの必殺技。スカーレットニードル。サ
ソリ座の15の星を形取る15発より成り立ち、1発撃つごとに相手に降伏可視化の選択を迫る非常に慈悲深い技。スカーレットニードルアンタレス。サソリ座の心臓部に位置する15発目はアンタレスと呼ばれ、技を受けた人間を確実に死に至らしめるとどめの技。サソリ座のクロス。ヘッドギアが特徴的なクロス。果たしてこれで防御力があるのかは謎ではあるが、クロス自体は洗練されていてかっちょええ。天活級の戦い。旬の弾けたコスモを感じ取った聖夜と死竜は、天秤級に戻ろうとしていた。だが、どこへ行く？とミロが姿を現す。ここまで来た以上、もはや戻ることはできんとミロ。リストリクションを発動。動きを封じ込まれたはずだが死竜がロザン昇竜派を放つ。あっさりかわされた。もう一発昇竜派を放つが両手で受け止められる。さらには、跳ね返される。聖夜はペガサス流星剣を放ったがコスモが高まり、彗星となってミロの顔をかすめクロスを吹き飛ばした。ミロに剣を初めて当てたのが聖夜だった。へえ、そうだったのか。だがセブンセンシズに目覚め始めたものと、常に備えているものでは想像以上に隔たりがあるとミロ。黙れと流星剣を放つがもろにカウンターを食らってしまう。だがまだまだ目の輝きは失っていない。聖夜死竜は力を合わせて同時に必殺技を放つ。が、スカーレットニードルで返り討ち。痛い痛い、激痛が。そんな中、あの男が戻ってきた。氷河だ。旬はこんな感じです。戻ってきたと思ったらさあ立て、そんな傷くらいで立てなくなるようなお前らじゃないだろと。おいおい、どの口が言ってるんだと思うのは胸にしまってと。氷河がミロに氷結リングを仕掛ける。あくまでも時間稼ぎのためで聖夜と死竜を先に行かせるためであった。ミロ対氷河、1対1の勝負。まずミロのリストリクションを霊気でガード。ならばとスカーレットニードルを発動し、氷河はダイヤモンドダストで対抗。ミロを凍りつかせたと思ったが、ほんの一瞬だけ。スカーレットニードルを打ち込まれていた。立て続けに打ち込まれたが心は折れない。再びダイヤモンドダストを発動するが、さらにスカーレットニードルを受ける。これで計9発。これでも心折れずに度ダイヤモンドダスト発動。ダメだー、さらに打ち込まれ計12発。さらに2発、計14発まで受けた氷河。残すは心臓アンタレス。だが再三ダイヤモンドダストを放っていたために、ミロの足元を凍らせて動けなくしていた。チャンスとばかりにオーロラサンダーアタックを発動、絵はアッパーカットではありますが。見事、一撃食らわした。だがスカーレットニードルを受けた身で放った剣の威力は落ち、致命傷は与えられなかった。さらにスカーレットニードルを受けた傷跡は、針ほどの大きさからどんどん広がり大量の血液が吹き出していた。ふしゃあ。痺れの中、意識朦朧、五感が薄れていく。ん？この流れは？セブンセンシズ？と思ったが氷河に亀の気持ちがわかるか？と見ろ。まあまの船と氷の棺の剣ですね。亀が氷河にセブンセンシズに目覚められるか試していた真実を聞かされる。続けて亀に免じて命だけは助けてやる、直ちにサンクチュアリからされと。これに対して氷河は余計なお世話。この命尽きるまで戦いはやめんとミロに剣を振るう。ミロが方米級にいる亀に語り始める。聞いたか亀？俺は正々堂々と戦いたい、そしてこの男の命を奪うことこそ。氷河を男として認め、セイントとして偶したことになるのだ、俺は全力を持って氷河にとどめを刺すと。さあ最終局面。スカーレットニードルアンタレス対オーロラサンダーアタック。ふしゃあ。結果はミロの勝ちだが、氷河もミロの生命点をついておりゴールドクロスが凍りついている。ゴールドクロスをまとっていなかったら絶命していたのはむしろ俺の方、俺の敗北だと。だが氷河はまだ生きている。絶命寸前の中、這いつくばってでも前に進もうとする姿を見て、彼らが守ろうとする木戸沙織は本当に宛名なのかと。ミロは止血を行い氷河を回復させた。君たちがどこまで行けるか見てみたくなったと。カミャさんがずっと見ています。時同じくしてサンクチュアリに辰巳が到着。僧侶たちが辰巳を取り囲む。辰巳も応戦するが、ああ。
そんな時ブロンズ2軍が到着。せっかくの活躍の場面なので紹介しておきます。頑張れユニコーンギャロップ。勝敗は顔で決まるのだー。ハンギングベアー、デッドハウリング、ライオネットボンバー、ムーアーテナの警護を彼らに任せ静かに見守るのであった。はい、いかがでしたか？ミロ編。あれだな、人に指さすなとはこの男のためにあるような言葉だな。たまったもんじゃないわね。ミロさんはカミャさんと仲がいいのね。セイント同士、間柄が垣間見れるのも楽しいわよね。ムーとアルデバランコンビも嫌いじゃないぞ。さてお次は誰じゃ？この男。散々クロスを持ち逃げされてた方ね。いろんなセイントの指紋がベトベトついてそうだけど。まあ物語の原点となるキーパーソンね。それでは今回はここまで。次回もお楽しみに。君はコスモを感じたことがあるか？君はコスモを感じたことがあるか？